どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが6月13日の試合終了後なんですけれども、タイガースは今日イーグルス相手に6対5で勝利しまして、交流戦6連勝で締めくくり、そして貯金というのも2008年以来となる20の大台に乗せて、交流戦2位でのね、フィニッシュが確定しました。なのでセリーグトップでね、交流戦終われるということで、本当にこれ以上ない終わり方、終わり良ければ全て良しという試合だったんですけれども、まあ、今回の動画では、今日の投打のポイントですよね。本当にちょっと僕自身ね、いろいろと思うところがありました。まあ、投手起用のところであったりだとか、まあ、攻撃の部分ね、ここがやっぱりちょっとイーグルスと差が出たところなんじゃないかなっていうところも、まあ、僕自身見ていて感じたところありますんでね、この辺について深掘りをしていきながらお話をしていきたいなと思います。ということで、早速お話をしていきますが、まあ、今日の試合に関してもね、苦しい内容ではあったんですけれども、まあ、まさにこう、首位同士のぶつかり合いと言えるような展開だったんじゃないかなと思うんですね。まあ、投手の交代の流れとかもね、いろいろとこう、皆さんそれぞれで思うところはあると思うんですけれども、まあ、やっぱりね、もうさすがはパリーグの首位というか、まあ、3連敗だけはできないぞっていうね、まあ、意気込みを感じたような流れでしたし、ただその中でもね、最後のこの粘り、特に2アウトからの攻撃っていうのがもう今日のタイガースは目立ちまくりだったんでね、まあ、この辺についてもちょっとお話をしていきますが、まずね、先発のガンケル投手に関しては35日ぶりの一軍登板ということで、まあ、果たしてどうなんだろうっていうね、こうスピードでガンガン押していくタイプのピッチャーではないので、もうコントロールが物を言うというタイプの投手なので、そこの制球がどうかなというところだったんですが、もう何の心配もなくというふうな感じでしたね。6回73球で被安打3本、6個の三振奪ってフォアボール0で2失点ということですから、まあ、本当にこうお見事ですよね。で、ガンケル投手登板後ね、コメントを出してるんですけど、久しぶりの登板になったけど、しっかりボールをコントロールすることができたし、梅野が自分の良さを最大限に引き出してくれたので、今日の投球ができたと思う。野手のみんなも盛り立ててくれて感謝でね、っていうコメントを出してるんですけど、まあ、とにかくね、インコースのスライダーのコントロールってのもありましたし、まあ、左バッターからこう沈んで逃げていくようなツーシーム系統のボールね、まあ、球速はね、本当に140キロ前半出たらいいぐらいかなっていう風な球速だったので、まだまだこう、眼表示はね、もっと速くなっていくかなというところではあるんですが、まあ、変化球の精度、そしてコントロール、フォアボールを出さないね、まあ、これがこう、無駄な失点というところを防げてるポイントなんじゃないかなと思うんですね。で、ガンケル投手の替え時ね、まあ、6回で、そして球数というのも全然ね、まだまだいけるよっていう風な73球なんですが、ガンケル投手体調不良というのと、まあ、抹消の理由というのが右肩の張りだったんですよね。なので怪我と体調不良という2つの理由があったので、まあ、そういうところから言うと無理さす必要はなかったのかなと。で、結局ね、後ろの馬場投手、藤浪投手で追いつかれる展開にはなりましたけど、まあ、これはね、さっきもお話をした通り、もうこの二人がどうこうというよりは、もうイーグルスの粘りがすごいという風な展開だったんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ガンケル投手にちょっと勝ちつかなかったっていうのは残念なんですけれども、まあ、ガンケル投手がまたね、しっかりとこの日曜日にハマってくれるというのが計算できたわけですから、もうそれだけで今日の試合というのは本当に大きかったと思います。で、9回ね、スアレス投手が言ったんですけれども、スアレス投手これで今シーズン21セーブ目、そして12試合連続セーブということで、2008年藤川さんが記録した球団記録を更新したということでね、まあ今日藤川さんね、NHK の方で、まあ放送されてましたけれどもね、まあその藤川さんの前で、記録を塗り替えると。で、僕自身ちょっと感じたところで言うと、9回の攻撃ね、また攻撃のところはお話をしていきますが、引き分けの時点では藤浪投手が2イニング目を行こうとしてたんですね。まあ、僕自身もね、藤浪投手がキャッチボールしてるのを見てちょっとびっくりしたんですけれども、まあ、やっぱりこう、それってスアレス投手がその時点ではね、まあ、疲れがあって休ませるというルールなのか、はたまたやっぱりこの記録の部分なのか、まあ、どちらかというのは分からなかったんですけど、まあ、9回こう、勝ち越しをして、で、出てきたのがスアレス投手ということは、まあ、記録を矢野監督の中では、そして首脳陣の中では優先してたと思うんですね。まあ、それはスアレス投手が言ったのか、まあ、首脳陣がせっかくなら記録を更新させてあげようと、まあ、同点の場面で言ったらね、この何試合連続セーブっていうのは途切れてしまうわけですから、で、やっぱりね、ここまでずーっと記録を続けてきてくれたスアレス投手の、まあ、心情というところを理解して、まあ、理解しながらの、まあ、采配だったんじゃないかなと思うんですね。で、出てきてきっちりもうゼロで抑えて帰ってきてセーブをつけてくれるわけですから、まあ、今後1年間ね、もし今日の試合引き分けのままで藤浪投手が行って、まあ、たとえ打たれていたとしても、まあ、1年間の1試合、もちろん大事な試合なんですけれどもね、ただ1年間任していくスアレス投手の気持ちがね、まあ、それでちょっと萎えてしまうようなことがあれば、今後にも響いてしまいますから、まあそういうところでね、このスアレス投手の気持ちというのを尊重しながらの采配で、まあ最後近本選手が打ってくれてね、一番最高の結果で終わったわけですから、まあ采配とすればね、まあちょっとね、クエスチョンに思われる方も多かったかもしれませんが、個人的にはこのスアレス投手の気持ちを尊重したという部分でね、また次にも生きてきますから、まあこの辺はね、まあいろいろ意見もあると思うんですけれども、個人的には良かったんじゃないかなと思いますね。で、攻撃のところね、お話をしていきますけれども、今日はとにかく2アウトからの得点というのがポイントでしたね。で、先制のところで言うと中野選手
選手ね、中野選手がレフト前ヒットを打って、で、盗塁を決めて、これで13個目の盗塁ということで、セリーグ単独トップですね。で、交流戦も8個目なので、まあ、交流戦の盗塁王というのはもうほぼほぼ確定かなという感じですね。で、まあ、この中野選手に関してはね、昨日も失敗をしてというところで、昨日ね、初めて失敗をして、まあ、ちょっと日和るようなね、形になってもおかしくないんですけれども、いきなりこう、パーンと走って、で、マルテ選手のタイムリーヒットが生まれたわけですから、まあ、この中野選手の積極性というところは本当にすごいなと思いましたし、で、こっからね、どんな打順の流れで点が入っていったのかというと、もう梅野選手のフォアボールから全部点が入ってるんですよね。で、5回、梅野選手がね、まずフォアボールを取って、近本選手のホームランに、逆転ツーランホームランに繋がったと。で、近本選手もコメントを出してるんですけど、梅野さんがツーアウトから出塁してくれたので、後ろに繋ぐ意識で打ちましたが、結果的にいい形となってくれました。援護することができてよかったですっていうね。まあ本当に特に近本選手の札幌、そしてこのイーグルスの3連戦の中で長打っていうのが目立ってますよね。まあ守備範囲とかね、もちろん今日盗塁決めたりっていうのもありましたけれども、近本選手の長打っていうところで勝てた試合だったんでね、まあ本当にこの近本選手は頼りがいがあるなというかね、まあ、やっぱりこう中軸の選手たちがね、こうバンバン打って勝っていくっていうのがね、ある程度その流れとして今シーズンあるんですけれども、まあ 1,2 番がね、ここぞでこうやって点を決めてくれるっていうところが、まあ非常に大きなポイントになってると思いますし、で、途中のね、追加点というところで言うと中野選手。で、この中野選手のタイムリーというのも、梅野選手のツーアウトからのフォアボールが生きてるわけですよね。梅野選手がフォアボールで、で、近本選手がライト前で、ここというところでまた近本選手が走ってね、で、中野選手がレフトにポトンと落とすと、でね、外野が思いっきり前進してるんですけれども、近本選手が帰ってこれるんですよね。なので、盗塁をしてるっていうのも生きてるんですけど、まあ、その近本選手とか、まあ、中野選手問わず、このツーアウトランナー、二塁のランナーが、一本で帰ってくるっていう意識が本当に高いですよね。もうほとんどの選手が帰ってこようとしてますから、まあ、前回ね、秋山投手も自分が二塁ランナーの時にもう一本で帰れるような走塁を目指していきたいというぐらい、こうチーム全体でそのランナー二塁の一本バックっていうところをね、まあ、意識づけれてるので、そういった意味合いではね、こうチーム全体の走塁意識というのが高まってるというのも、まあ、非常に大きなポイントだと思います。で、まあ、9回ね、まあ、ちょっと追いつかれる流れの中で、なんとか守護神松井投手、防御率0点台ですからね、そう簡単には点が入らないんですけれども、ここもまた最後も梅野選手がしっかり粘ってフォアボール取るわけですね。まあ、そこが簡単に3人で終わってて、まあ、そのまま藤浪投手が行ってたら、まあ、流れはね、もう完全イーグルスの流れですから、まあ、どうなってたかわからないと。ただまあ、たらればないんでね、しっかりとこう、結果を出して、梅野選手がフォアボールを取って、で、ディレードスチールですよね。まあ、ここは本当にサインかどうかっていうのは分からないんですけれども、まあ、ディレードスチールのサインが出るっていうのはなかなかないと思うんですよね。なので、いつでも行っていいよと、まあ、グリーンライトの状況の中で、梅野選手がショートの判断とかを見てね、やっぱりディレードスチールって簡単に言うと、キャッチャーはね、ある程度いい送球をすれば、まあ、タイミングはね、こう、わざとずらして走ってるわけですから、十分アウトになる可能性がある、まあ、結構ギャンブルなね、盗塁ではあるんですけれども、ショートがそこまでね、セカンドベースに気を配っていなければセーフになるんですよね。で、送球を見てもらっても分かる通り、ある程度いいボールいってるんですが、ショートの小深田選手が追いついてないと。で、追いついてない状況の中でセンターに抜けていって、まあ、梅野選手が三塁行って、で、近本選手のスリーベースですから、もうほんとツーアウトからの得点ですよね。ツーアウトからの出塁、盗塁、そしてタイムリー。もう完璧な流れの中でね、しっかり点を取ったわけですから、まあ、今日は梅野選手、そして近本選手のね、9から1に繋がっていくこの攻撃というのがハマったからこそね、勝てた大きな試合だったんじゃないかなと個人的には思います。まあ、梅野選手もね、なかなかこうヒットというところで打率も伸びてこなかったりするんですけれども、まあ全体の守りの部分であったりだとか、こういう卒のない野球ね、まあそういうところができるからこそね、まあずっと試合に出てる選手だと思いますし、まあいろいろとね、風当たりが強くなってしまいがちな選手なんですけれども、まあこういうところも評価していきながら1年間トータルでね、こう評価されるキャッチャーだと思いますんで、まあ近本選手もさすがですけれどもね、まあ今日は梅野選手のこの3つのフォアボールというのは本当に高評価にね、値する大きな3つのフォアボールだったと思います。はい、ということでね、まあ、タイガース今日勝って、これで交流戦11勝7敗1分けということで、球団最高タイの2位でフィニッシュでね、まあ、なかなか優勝というところはね、叶いませんでしたけれども、まあ、関西球団1位2位でフィニッシュと、まあ、やっぱりなんといってもセリーグの中でトップになれたっていうのが大きいですよね。まあ、ジャイアンツとね、まあ、2位以降の差というのも広げられたという形になるわけですし、まあ、貯金も20と。で、まあ、今日からね、4日間休養を挟んで、月火水木休んで金曜日18日のジャイアンツ戦甲子園ですけれどもね、まあ、ここからリーグ戦が再開するということで、まあ、中継ぎ陣もなんとかこう整備をしてね、立て直して挑めて、まあ、6連勝という最高の流れでね、まあ、リーグ戦に戻っていけるわけですから、今日の試合の勝ちというのは本当に大きいですし、まあ、首脳陣もね、いろいろとこう悩みながらの交流戦だったと思うんですけれども、まあ、3週間。
まあ短いようで、まあ長いようで短かったね、一瞬で終わってしまったような交流戦だったんですけれども、まあしっかりとね、苦しみながらではありましたが、4つの貯金を作れたというのは非常に大きなポイントになると思いますんで、まあリーグ戦再開も楽しみにしながら、まずはね、こう選手たちにしっかりと休んでほしいなというところですね。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者7500人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者7600人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホー、ありがとうございました。いろいろと難しいことも、そして悔しいこともあった交流戦ですが、終わり良ければ全てよし、ナイスゲームだったと思います。ではまた。